メアリー・ブーリンは、チューダー・アサイ・イングランドの貴族女性。イングランド王・ヘンリー・パッセイの時代に影響力のあったブーリン家の一員である。初代ウィルトシャー伯爵、トマス・ブーリンとその妻、エリザベス・ハワードの娘であり、ヘンリー・パッセイの二番目のーヒアン・ブーリンの姉妹であった。どちらが姉であったかについては、歴史家の間で諸説ある。姉妹の案と共に、 フランス宮廷に渡っていたが、先に帰国して、アンとは異なるその美貌を、ヘンリー・パッセイに見染められて、愛人となる。アンが、魅力に乏しかったことは、当時の一時資料に残っているが、美貌であったメアリーは、縁談があり、1520年に、イングランド貴族、サー・ウィリアム・ケアリーの妻となったため、最初からヘンリー・パッセイの再婚相手とは見なされず、愛人として偶された。 メアリーは、ヘンリーパッセイの愛人の一人であり、ライバルのフランスをフランスは一世の愛人でも、あったと主張する者も,もいるが、確たる根拠はない。姉妹の案もまた、フランスでは、愛人はいなかったという伝承もあるが、イングランドに帰国するや、トマス・ワイアットや、ヘンリー・パーシーといった恋人ができ、不倫反逆裁判において表沙汰となった。メアリーは二度結婚した。 最初の結婚相手は前述のサー・ウィリアム・ケアリーで、二人の子供が生まれている。二度目の結婚は、サー・ウィリアム・スタッフ,フォードという人物で、恋愛結婚だった。この結婚でも二人の子供が生まれている。彼は、コタードとラッシュデンハートフォードシャーの領主ハンフリー・スタッフ,フォードの次男で、ヘンリー・パッセイの定身の一人だった。第三代バッキンガム公。 エドワード・スタッフ,フォードが失脚するまで、イギリス貴族社会で強大な勢力を誇った、スタッフ,フォード家の一員で、バッキンガム公とウィルトシャー伯爵とは当縁であった。ウィリアム・スタッフ,フォードは、貴族階級の著名な家に生まれたが、当時は、ただの紳士で、次男に過ぎなかった。当時は、兵士として、ヘンリー・パッセイに仕えていた。後に、ナイト爵に叙任された。メアリーの死後、 最重姉妹にあたるスタフォード男爵の末娘、ドロシーと再婚した。メアリー・ブーリンの子孫には、エリザベス一世の長身エセックス博、ロバート・デ・バルーのほか、ウィンストン・チャーチル、P.G. ウッドハウス、エリザベス王太后、ダイアナ妃、セーラ妃、チャールズ・ダーウィンなど多くの有名人が含まれる。インザ・アーリー 1530S、ザ・ベネチアン・アンバサダー・セイバーニャのロート。 ハットレターズペーパーズオブザレインオブ、ヘンリー8、X、ナンバー450、チャールズ・モゾリー、バークス・ペーラゲバロネタゲ、17th edition ハット THEPERAGE.com、パーソンページ3638。ありがとうございます。